そうじゃなくて、どうぞどうもっちです遅れたな。いや、カイトだね、やっぱり。あ、そうだね。待っちゃう。そう、悲しいこと言うな。YouTube を生き抜く中でですね、はい、突出した個性っていうものは結構大事なわけですよ。確かにね。人それぞれね、この人といえばっていうものがあった方が、まあ、コラボの時にも活かしやすかったりとか、メンバー内の役割分担的な意味でもいろいろ生きてくると思うんです。はい。ただね、僕はないんですよ、それが。ないね。ないかもしれない。ないって言うのも。いや、ない。お前も大概だけどな。いや、まあまあ、でも、まあな。そうか。まあ、サッカーでいけるからな。そこ個性。個性しょうもな。まあ、そんな俺も、まあ一つぐらい個性を持っといた方がいいなと思って探したんですよ、自分人生遡って。はい。そしたら俺、食うの早いなと思って。ほうほうほう。食うの早いと。ありますか、そういう感じたこと。僕は食うの早いなって。いやー、まあ、俺は思うけどね。俺は遅い人だから、どっちかと言ったら自分よりは絶対早いなと思う。俺の方が早い説明かもしれないけど、でも俺は早いのよ、言ったら、うん、もういっぱいより早ければ特技だから、まあ個性だから。確かにね。だからこの、まあ二人と競って、俺が早かったら、今日から俺は早食いキャラになります。なるほどね。はい、食うの早いキャラ。わかりました。そう。まあ、例えば、だからね、他の人とコラボするときに、例えば、まあ、なんか、三番勝負とかだったら、任せてください、早食いは。なるほどな。早食いでしょ？任せてください。なるほど、なるほど。というわけで、今回は、俺の個性を見つけていこう、早食い編です。やっていきましょう。わーい！で、今回ね、食材というか、まあ、料理用意しました。はい。まずは、まあ、スパゲッティですね。はい。と、おにぎり1個。そして、焼きプリン1個。この3つを、まあ、順番どうでもいいです。おー、そうなの。あ、いいんだ。順番なんでもいいです。あ、いいんだ。もう食い切った人が早食い王です。あ、なるほどね。まあ、全部ですよね。僕です。ん？僕ですけど、早食い王は。あ、まあ、今のところね。今のところね。わかんないですよ。うん。したく。いや、あれ、もっちじゃ勝てんのよ、多分。うん、まあ、多分、ね、遅い。俺多分、一般より遅い。激遅い。その喉こんなもんでしょ、お前。いや、そう思ったけど。のせがね、ちょっとわかんないんだよね。未知だ。これ取られたら、もう、いよいよやばい、ね。やばいよ。おにぎり一口食ったら、パキッと割ってるかもしれないからね。完全なる個性が生まれるから。トミーより早いですよ。あー、めっちゃうまそう、普通に。で、なんか、急いで食うというかは、普段通り。普段通りでいいの？普段通りの？早食いなの？急ぎます。いただきます。いただきます。いただきます。やばい、めっちゃ緊張する。3、2、1。はいはい。あ、でもちょっとフライングした。混ぜる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 。美味しく食う音が一番早食いのコツだから。間違いない。あ、もっち早い。いや、早いけどこいつ遅いから。スタートダッシュ早い。クランチングスタートダッシュ。一瞬死んだ。どう、詰まりすぎて麺が喉詰まりすぎて、あっ、めっちゃぐらい死んだ。早くね。静かすぎるでしょ。さあ、どうだ。もう食い終わるか。食い終わるか。食い終わったー。8分。あー、さおちくん、遅い遅い。遅すぎる遅すぎる。どんどん書き込めばいいものを、プリンを咀嚼している。中にまだ米残ってる。何の感想？ラストスパート。スタートだ。はい。結果、もっち9分28.66。素晴らしい。激遅。そこから
2分20秒早く俺が食べ終わって7分8秒か。おーで、のせが5分42秒ボンバラバンボンマジで無理